リボンの例ブルーリボン運動とは北朝鮮に拉致された日本人を救出することを目的とした日本の社会運動及び団体。ブルーリボン運動の一環として一つにつき500円の募金で販布されるブルーリボンバッジの一つブルーリボンは空と海の青い色イコールブルーに由来し近くて遠い国の関係である日本と北朝鮮の間で空と海だけが 国境なしに続き、拉致被害者とその家族や日本人が空と海を見上げて、同時に無事再会の時を願う、意思表示を意味する。団体関係者が公共場所で行う、街頭署名活動や集会を行う時や、活動に賛同する一般市民、また、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する、議員連盟に属する国会議員などが左胸につけている。 小泉純一郎は首相在任中の2004年5月22日の日朝首脳会談にてブルーリボンバッジを胸につけて朝鮮労働党総書記金正日と会談を行った北朝鮮による拉致救出活動としては日本国政府認定拉致被害者の家族や親族による北朝鮮による拉致被害者家族連絡会日本国政府に認定されていない特定失踪者の 家族や親族による特定失踪者問題調査会、国会議員による拉致議連、都道府県で活動している北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、一般住民による地域内で活動しているブルーリボンの会がある。ブルーリボン運動はブルーリボンの会の運動に限定されず、ここで述べた北朝鮮日本人拉致被害者救出に携わる。 活動団体の全体を指している。ブルーリボンバッジを着用する北朝鮮による、拉致被害者家族連絡会代表、飯塚茂雄、救う会の組み合わせ、ブルーリボンの会の組み合わせその他の団体。ありがとうございます。